皆さんこんにちは。思い通り生きられてますか？渋谷天馬です。今日はですね、第8回、7回で終わりにするつもりだったんですが、補足としていくつかちょっと言い残したことを、お伝えしたいと思います。ですね、まずは絶対必要不可欠だろうなと思われるものに、VPN というアプリがあります。携帯はこの間絶対必要ですよと、もう命綱ですよっていうことは申し上げたんですが、VPN っていうのは、とにかく中国っていうのは西側というか海外の、自国以外のインターネットに関する制限っていうのをたくさん設けてます。つまり開けないホームページがあったり、それから、ダウンロードできないアプリがあったり、アプリをもうインストールしていてももう開けなかったり、つまりもう使用させない、閲覧させない、そういう措置が取られてるわけですね。これを、かいくぐることができるのが VPN というソフトです。アルファベットの VPN と、検索かけていただければ、いろんなVPN のアプリ、ブランドというかメーカーが検索できると思うんですが、どれがいいかは別としてですね、これがないとですね、普段日本で、使ってる、日常的に使っている、アプリが使えなかったりなんかします。普段使ってなければ問題もそんなにはないかなとは思いますが、そういう方も少ないんじゃないかなと思います。例えば、Google に関するものは全部ダメです。ただ、Google メールだけは、でもメールボックスは開けないですね。Google メールアドレスを持っている方は、転送設定をして、これ僕の場合ですけど、開ける。Microsoft なら大丈夫です。例えば Outlook とか、であれば大丈夫です。それもちょっと確認する必要があると思います。それとかですね、日本で普段使ってる Facebook だとか Twitter、それからインスタグラム、この辺のものは全部ダメです。で、 LINE がダメです。 LINE は遮断されてます。ですから僕は日本を立つ前に連絡を取りたいなと思っている人たちには事前に連絡をして、ごめんなさい、 LINE は使えませんよということで、他のアプリなり E メールアドレスなりを教えておくと、こういうことをしておかないと連絡を取りたいときに連絡が取れなくなったりしますんで、スカイプは大丈夫です。かろうじてスカイプは大丈夫ですから、スカイプをお互い、連絡アプリ SNS みたいにするんだったらおすすめできるかなと思います。割と安定してるし、ビデオ電話もできますし、ネット電話もできますし、LINE は VPN を使えば使えるかもしれません。ちなみに僕は今 VPN をダウンロードして使ってますが、なぜか LINE だけはできません。これは自分の携帯の、原因なのか何かまだわからないんですけど、とりあえず使えてないです。覚悟をしてたので、しょうがないかなとは思っていますけれども、それと VPN はですね、中国国内に入ってからだとインストールしづらい可能性があるんですね。僕はそうでした。ですから、VPN をインストールするためのアプリを僕は最初に入れたんだけど、これはちょっと手間がかかるので、やはり一番いいのは中国渡航の前に VPN をインストールしておくことをお勧めいたします。そうすると、それで、中国に入国してから、VPN を起動させれば、おそらく日本で普段使っていたように使えるんじゃないかと思います。それとですね、IT 関係は、それが一番大事かなと思っています。で、隔離されてからいろんな費用を払わなければならないじゃないですか。ホテル代なり食事代なり、領収書が必要な場合が出てきますよね。これは
逐一ですね、例えば食事は食事の方だったり、ホテルはホテルの方だったりとか、言われる可能性がありますんで、そういうものは確認しておいた方がいいと思います。そして事前に言っておかないと、例えばチェックアウトするときに、隔離が終わって14日の、出発直前に言っても渡してもらえませんので、これは釘刺されてます、私たちも。ですので、かといって早ければいいかというとそうでもないと、いついつまでに、連絡くださいと。で、宛名もちゃんと文字で、メールで送った方が、メールというかグループチャット内で送るなり個人情報が、僕なんかはそうなんですけど、グループチャット内だと多分僕たち隔離組は今回20人ぐらいいると思うんですが、僕はもうその人たち、一人は知り合いになりましたけど、知らない人にそんな個人情報とか、見せたくないので、その係の人に直接WeChat でつながって、そちらの方に送ったりしています。それと連絡先ですね、急な連絡先もしくは困った時の連絡先などは控えておくことをお勧めします。例えば日本人であれば日本大使館、それから地方であれば領事館ですよね。国際電話のかけ方もそうだし、それから言葉、中国語に自信がなければ、あるいは手続き等で自信がなければ困った時はこの人に連絡しようと思う方には、ネットでつながれるコンタクト連絡先、それと電話番号も、書いておいたらいいと思います。何か登録って登録することがいっぱいあるんですけど、こっちに来てから個人情報なりなんなり、その時に連絡先っていうのを自分以外に連絡先っていうのを書く場合もありますんで、そういう連絡先もそれ用のも、持っておくといいと思います。とにかく、記憶しておきたいものはですね、スクリーンショットなり携帯の中に入れておくことをお勧めしますね。携帯だけではなく、もちろん紙媒体でも何でもいいんですけど、すぐに出せるようにしておいた方がいいかなと思います。それと同じように記録という意味ではとにかくですね、気がついたのは、登録する内容、いろんなアプリをダウンロードさせられてですね、させられてっていう言い方はあれなんですけど、必要なんでしょうけど、全部これ電子ですね。だから携帯ですよね。通常は 99% は携帯を使って、アプリをダウンロードして、その中に個人情報を入れたりとかすると思うんですけど、その内容は何かと思えば、まず個人情報、基本的な個人の身分の情報ですね。我々であればほとんどの身分証では多分、ほとんどの方はパスポートナンバーとか、になると思います。その場合は、ローマ字表記で書いてあると思いますから、それはローマ字で自分の名前を書けばいいと思いますが、それ以外に例えば飛行機の、フライトナンバー、便名ですね、何々の何々、何々番とか、例えば AB の123番とか、3便とか、そういう便名、フライトナンバー、それと座席名も覚えておいた方がいいです。ですからチケットは捨てないで持ってた方がいいかもしれないですね。あるいはスクリーンショットかなんかで撮っておくとか、とにかく何でも記録しておいた方がいいと思います。それもそうだし、あと僕の場合はですね、北京に最終的には行きますので、とにかく足取り、を残しておく必要があるんですね。これを聞かれることになると思うので、最終的には。ですから、空港を、まず、日本から中国へのフライトナンバー、それから地方に降り立って、それから今度、最終目的地に行くときの、電車なら電車、飛行機なら飛行機の、便名、それから座席の番号。これはですね、ニューケース、つまり感染者が出てしまった場合、その近くに座っていた人の足取りを追うためですから、電話がかかってくると思います。もし自分が座った座席の近くの人が、例えば隣の人が感染者として後で感染した場合なんかであれば、もう自分は濃厚接触者に数えられるということですね。ですから最終的に空港から降りて、タクシー、交通機関は公共の交通機関使わないでくださいなんて言われたりしてますんで、これは日本もそうかもしれませんが、タクシー、僕の場合はタクシーで行くしかないので、自分の住んでるところまで。タクシーの
ナンバーですね、これも後で報告しなければなりません。ですので、そういったものは全て記憶しておくということで、とにかく、向こうの要望をされたものをすぐに提出できないと面倒くさいことになりますので、融通聞かないところは融通聞きませんので、細かいところは聞いたりするんですけどね、こっちに例えばお弁当をちょっと何時までに頼み忘れちゃったから今持って、もう今からでも大丈夫ですかとか、なんとかそういう個人的な、裁量で決められるものっていうのは、何でもかんでもダメっていうわけでもないんですよ。ちなみに僕スーパーからデリバリー頼んで生野菜食べたかったんで生野菜頼んだらフロントの人に断られて、多分それはフロントのやつの個人の判断だと思います。で、なんでダメなんだって言って、直接、デリバリーの子から電話がかかってきたので、直接ちょっと、交渉するから変わってよって言ったら変わってもくれなくて、まあ、結局、まあ、野菜はその場で、まあ、捨てるのももったいないんで、デリバリーの男の子にあげるよって言ったら、まあ、すぐに、じゃあわかりましたってすぐ切られちゃったんですけど、まあ、それは、余談ですが、まあ、そんな風に、融通聞くところと聞かない部分があるんで、とにかく自分の要望っていうのは何でも言ってみた方がいいんですが、向こうから何か提出を要請された時にすぐに出せるようにしておくことは大事かなと思っております。まあ一番最初にも申し上げておりますが、できれば行かないに、中国行かないに越したことはないです、この状況の中では。でも万が一どうしても行かなければならないという場合は、くれぐれも気をつけて、それからバックアップ体制をしっかりとしてから準備されてから行かれたら、よろしいんじゃないかと思います。それではHave a safe trip.